こんにちは。インスパイアの久田です。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、Google の話というか、まあ YouTube の話というかですね、まあ動画の話というかですね、ちょっと、面白い傾向がありますので紹介したいと思うんですが、まあ、Google の検索結果に動画が出てくるって話は、ちょっと過去にも何回か動画で説明したり、どうやって動画をヒットさせるかって話もしてきたんですけど、今日ちょっとですね、それ以外に、面白い話があるので、紹介したいと思うんですが、まずこちらからご覧ください。はい、今 Google の検索結果の方を見ていただいてますが、例えば、働き方改革っていうふうに検索した場合、検索結果がまあ表されるんですけど、これには、この一番左にすべてっていうのが出ていて、ニュースとか画像、動画、ショッピング、もっと見るとかっていうのがあって、まあ、これらの、まあ、もっと見るってとこを押すとですね、地図とか書籍とかいろいろ出てきて、これらの総合順位が一番左のすべてになってると。だからニュースの要素や画像の要素や動画の要素や、それぞれが全部入ってるっていうのが一番左になってるわけなんですね。でこんな感じで表示されてるんですけど、例えばこれ今1ページ目のところに動画が一つもね、出てきてないわけですね。ヒットしないわけです。そうすると、動画を見たいと思った人は、ここの動画タブっていうのを押すわけですね。ポチッと。そうすると、動画一覧がこうやって出てくるので、動画見たいと思って、まあ、見るわけなんですね。で、ここでよく見ていただきたいのは、この動画の検索結果のところに、YouTube が出てるのはよくわかるんだけど、実は YouTube ってなっているんですけど、3番目には、こう URL 見てほしいんですね。ここに、mjs.co.jp ということで、これ普通のホームページが出ているんだけど、この左のサムネイルのとこには、1分39秒っていう動画みたいなのが出ていますよね。で、もうちょっと見ていきましょう。あとここら辺見ていきますと、これもリコーのホームページなんだけど、ここにはなんか動画みたいなマークが出ている。これ YouTube ですね。これ YouTube なんだけど、これなんかに関して言っても、URL が普通のね、COJP になってるんだけど、ここに4分29秒みたいな感じになっていると。なので、なんとなく動画が再生されそうなんだけど、実際、押すとどうなるか。この4分29秒のやってみましょうか。これ押してみると、この辺のね、動画の上あたりを、押してみると、YouTube じゃないわけだから、当然 YouTube には行かないわけですね。お、ここ押すと YouTube に行くのか。行かないよね。はい。びっくりした。一瞬ですね、URL に YouTube って出たんで焦ったんだけど、ここに行くんですよ。で、ここに、働き方改革に関してのこう文字がいっぱいこう入ってるんだけど、文字がこういっぱい入ってるんですよね。でこの中に、これ、ちょっと、右側にあるんだけど、映んない？画面が小さくしたら、ちゃんとスマホ対応してない。あれ、どこ行った？この下にあるはずなんだけど。ここに動画、あれ？動画出てきてないじゃん。これじゃダメですよね。動画を押したのに、動画が出てこないじゃんって話になるので、これじゃ全く意味がないんだけど、ちょっと今拡大してましたが、ね、このないとこに飛んだんではね、全く意味がないですよね。はい、困ったですね。では、ちょっと戻ってみますね。今度は、このサムネイルの上ではなくて、こっち側の URL の方、ちょっと押してみますね。はい。ここに押してみますと、はい。そうすると、今度は、普通の、さっきと同じようなホームページが出るんだけど、出るはずなんですが、はい。ここの中にも、動画が入ってるんでしょうか。はい。このように見ていきますと、動画入ってないじゃないですか。そうすると、なんだよって話になりますよね。だけど、これですね、ちょっと僕が今見たら、なんかバグってるというか、うまく表されていないんですけど、実はここのとこに動画がね、あるんですよ。この、よいしょ。一番右のとこに、ここに動画があって、これがね、スマホだとちゃんと表されてなかったんですけど、この動画があると。つまり、このちょっとここに書きました。スマホで見た場合は、これ押すとですね、ここに、ホームページにある YouTube が埋め込んでるやつが出てくるんですね。で、ここでポイントなのは、このホームページに、
動画を埋め込んであるんではなくて、つまり動画がなんかフラッシュみたいなのがあるんではなくて、YouTube の動画が埋め込んであるんだけど、ここに、動画の検索結果の方に出てるのは YouTube ではなくて、このホームページが出てるわけですよ。で、面白いのは、この動画を再生してみると一番右側になるんだけど、再生してみてわかるのは、これ、モバイルセキュリティっていうことについて説明している動画であって、つまり、働き方改革する上に、こういうセキュリティをね、ちゃんとした方がいいですよっていうことを言いたいための動画なので、つまり動画の中には、働き方改革っていうことで説明している動画ではないわけですよ。でも、この働き方改革の上位の動画のところにこれが入っているのは、どういうことかっていうと、その働き方改革っていうことについて、文章プラス、動画で説明しているものがヒットしているっていうことなんですね。つまり、動画を探している人は、動画だけを探しているっていう人もいるんだけど、その動画で分かりやすく説明しているコンテンツっていった場合に、動画だけではなくて、動画の前後に文章があって、文章を補う点で動画を使っているっていうのも出てるわけですよ。つまり、ここがポイントになってくるのは、つまり、ホームページを検索結果でアクセスするわけなので、YouTube の再生回数が直接的に増えるんではなくて、ホームページにまずランディングして、そしてそのホームページにある動画を再生すると、動画の再生回数も上がるということなので、その動画をヒットさせるという、今までの YouTube の動画をヒットさせるという SEO だけではなくて、このホームページに埋め込んだ動画をヒットさせるっていう、動画を埋め込んだホームページをヒットさせるっていうですね、方法が新しくできるということなんですね。まあ、これは僕が以前から言ってるように、動画を使った、集客とか反則方法は、ビジネスに活用する方法は3つあって、それは YouTuber になる、動画の再生回数で広告収入を得るってことと、動画を検索にヒットさせるってことと、ホームページに動画を埋め込んで、そしてホームページで売り上げを上げる。この3つあるという話をしたんですが、この3つ目のね、ホームページに動画を埋め込んでるからこそ、ただのホームページだけよりも動画を埋め込んだ方がコンテンツとして濃くなってるわけだから、当然、検索結果の上位に出やすくなるよと。で、それは、この全てっていう方にも出る可能性があるんだけど、でも動画で説明してるわけだから、動画の方に優先的に出るっていうのが、まあ、今回のですね、ここで説明したかったことなんですね。つまり、Google の動画タブの検索結果に YouTube の埋め込みホームページが表されていると。なので、YouTube がヒットするんではなくて、つまり、ここら辺がですね、なんていうのかな、狂気語っていうような言い方してもいいかもしれないんだけど、働き方改革ってことを説明している YouTube の動画も大事だけど、働き方改革を説明する上で、いろんな動画、例えば、働き方改革じゃないんだけど、わかんないけど、その人類の歴史とかね、なんか、労働時間についてとかっていうものを動画で解説しているものを埋め込んでいる働き方の改革のコンテンツだって、動画なわけですよ。まあ、言ってみわかりますかね。で、このようなものが実際に表示をしているっていうことが、ちょっと注目かなと思っています。なので、今皆さんがホームページで、ね、ブログで書いているコンテンツっていうものは、おそらく写真とか文字を使って説明しているものが多いと思うんですけど、それらのページをすべて動画で説明し直したものをホームページに埋め込んでいくっていうことは、ただの今のホームページよりを動画を埋め込んでる方がコンテンツが当然良くなるし、そのページがヒットする可能性もあるし、動画タブに切り替えた時にその動画を埋め込んだページがヒットする可能性もあるので、これはやってみる価値はあるんじゃないかなっていうのが今日の話なんですね。わかりました？で、注目なのはここなんです。僕が今注目しているのはここのとこなんですけど、この今までの Google の検索結果のすべてってとこに、まあ動画の枠がね、枠がこう表されるとか、動画が単独で出るとかってことについては以前説明しましたが、まあこれは今まで通りなんですよ。その動画っていうタブに切り替えると動画だけが出るが今までだったんだけど、ここにホームページっていうのが表するようになったっていうのが今回の変更っていうかですね、ポイントなんですけど、僕が思ってるのは、音声コンテンツを出したいんじゃないかなと思ってるんですよ。つまり、音声コンテンツって、例えば、ホームページのサーバーにアップロードしている場合、なんとかなんとか .co.jp、スラッシュなんちゃらなんちゃら、
スラッシュなんちゃら MP3 とかっていうファイルをアップロードしてるわけですよ。で、その、MP3 っていうファイルそのものを、例えば、検索結果の、Google の検索結果にね、その URL で表させるっていうのはできなくはないんだけど、それって、仮にクリックして、その音声が再生されたとしてもですね、その Google から、その MP3 に直接アクセスしているので、再生して音楽を聞く、音は聞くことはできるんだけど、ウェブの担当者側からしてみれば、全然アクセスとかを把握することはできないですよね。なので、Google としては、それだとアナリティクスにもヒットしないので、なので、その MP3 ファイルを埋め込んでいるページっていうのを表示させるためには、今ここで動画でやってるようなことを慣れさせようとしてるんじゃないかなと思うんですよ。つまり今はこれ動画ってタブになってるんだけど、この横に今後音声とかっていうタブが追加になって、音声だけ聞きたい場合はって音声を押したら、音声だけを聞けるページがまああってもいいんだけどね。Google Podcast とか MP3 が直接出るのもあってもいいんだけど、例えば文章の中に、コンテンツの中に音声が埋め込んである、あの再生ボタンが埋め込んであるものもここに出すためには動画でちょっと慣れさせておかないと、いきなり音声だけだったらちょっとびっくりするし、音声ってサムネイルがないので、この検索結果にこの音声のこの再生ボタンだけ出しても、マイクだけ出しても、ちょっとなんかいまいちなんですよね。なので、それを補う意味でも、こういうようなことをやろうとしてるんじゃないかなっていうのが僕の読みなんですよ。で、なので、これは Google も発表してるんだけど、音声コンテンツを検索結果に表示させたり、例えば、Google Podcast の利用者数をね、倍に増やしたいとかっていうことを言ってるんですが、もう一個言ってることは、音声コンテンツっていうものを文字起こしすることによって、それをページとして作ってヒットさせるみたいなことも言ってるんですね。つまり、その音声っていうコンテンツは音として聞くこともできるんだけど、それを文字に起こすことができていれば、文字として読むこともできるので、そうするとね、その音声を再生している時間分だけ時間を奪われないで、パーッと斜め読みすることもできるわけですよ。なので、それを人工知能を使って、音声コンテンツを文字起こししたものをページにするっていうことを言ってるんですね。ということは、それって HTML のページにするわけなので、この音声が検索結果に、音声というタブが仮にできてですね、ヒットするんではなくて、このあるページを Google が作ることによって、そのページの中に音声コンテンツが埋め込んであって、で、音声が文字起こしたものが埋め込んであるページを音声っていうタブを押したときに出るようにしたんじゃないかなと思うんですよね。で、そのようなことを考えていくと、その前段階として動画も同じような位置づけにするっていうのは分からんでもないし、確かに動画だけを探している人は最初から YouTube に行って検索すればいいわけですよ。Google はYouTube を持ってるわけなので、Google で検索しなくていいわけですよ。Google で検索してる人っていうのは、その動画だけを見たいんではなくて、動画と、が解説しているコンテンツを見たいんじゃないかっていうふうに考えた。だってそうですよね。例えば音声が出てきた時も、そのポッドキャスト、Google ポッドキャストがあるんだれば、Google ポッドキャストの中で検索してもらえれば、音声しか出ないわけですよ。そうじゃなくて、Google で検索する意味っていうのは、Google で検索した時に、その文字で説明しているのプラス、音声っていうのがあった方がより分かりやすくなるわけだから、そういうものを探す人がこの上に新しくできるであろう、音声というタブを押すわけですよ。で、そのようなことを考えていくと、今後は音声コンテンツを作って、それをね、文字起こししたようなページを作っていくっていうのも非常に、今後は SEO 的にも大事な要素になっていくんじゃないかなということで、これにピンときた方はですね、早めに音声コンテンツを取るとか、文字起こしたものを載せていくってことを考えていくといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、このような、YouTube の検索結果の働き方改革と、Google の働き方改革の動画タブの検索結果の出ているものは違うわけですよ。で、この YouTube の方は、ちゃんと働き方改革っていう言葉がいっぱい入っている動画がヒットしているのに対して、Google の動画の方は、働き方改革っていうコンテンツがちゃんとしているのを動画で解説しているのが出てるんですね。まあ、動画で補っても出てるんですね。この違いなんかを注目していくと、新しいね、そのコンテンツをヒットさせる方法が見えてくるんじゃないかなと思います。
インスパイアのクターでした。ありがとうございました。